日本徳島県小松島市、和田津開町和田津開町は、徳島県小松島市の町名。郵便番号は、郵便番号773-0020。2016年2月末現在の人口は65人、世帯数は27世帯。小松島市の東部に位置する。西は、豊浦町、赤石町、南は、大林町、坂野町に接続、北は、 小松島湾の貯木場に面している。開発者の栗本志郎表へに基づく別称、栗本神殿とも言われ、栗本家の邸宅付近を屋敷表と言い,い、屋敷西、屋敷裏、東というように現在も地名として残され、また元開け、中開き、西海というように開拓の順序に従って、通称の呼び名が付けられている。昭和43年11月1日、 国策パルプの立地に伴い、その大部分の地域が接収されて、豊浦町に編入された。産業は農業で、ほとんどは兼業農家である。昭徳6年4月より、栗本史郎表演によって、神殿開発が行われ、延長5年に和田津新田村が成立した。和田津新田村は、江戸期から明治22年にかけて、長群に存在した村。 江戸期には単に和田津神殿と称した。徳島藩領。聖徳6年4月より、栗本史郎兵衛、茂平府市によって、神殿開発が行われ、延長5年に和田津新田村が成立した。別称、栗本神殿とも言われている。明治4年に徳島県、同年に明東県、明治9年に高知県を経て、明治13年に再び徳島県に所属。 和津神殿は、明治22年から大正4年にかけて存在した、坂野村の大あざな。明治24年の戸数10、人口67、馬屋さん、船22、大正4年に、和立会となる。和立会は大正4年から昭和32年にかけて、存在した大あざな。はじめは、坂野村、昭和15年より、坂野町、昭和31年からは、 小松島市の大技となる、米作一毛作中心の農業地域、昭和32年より現在の町名となる、昭和43年に一部が豊浦町となる、新産業都市指定以来の工場優位たるで近隣とともに臨海工業用地として造成された。ありがとうございます。